生可能。俺の番だな。始めましょう。セッティア。さてと。あっ。私の番ね。ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。はい。え。ここです。まあこんなもんかね。えいっと。俺の番だな。です。皆さんお願いします。え、了解。アイサー。そこで。トウ。データ収集終了しました。任せてくれ。セッティア。任せて。そこ。さてと。えい。行くぜ。
私の番です。ここです。私の番ね。よかった。やっは。よし。セイト。行きます。えい。そこ。なんとかなったわね。こんなもんかな。それ。よし、大物だ。俺の番だな。やっは。行きます。そこです。私の番ね。やれ、シュート。行くぜ。任せてくれ。セイト。
私の番です。へい、行くぜ。まあこんなもんかね。かかってきやがれ。俺の番だな。ガンラーモード起動します。よし、任せてくれ。私の番です。そこです。おっしゃ。ふん。よし。えいっや。任せて。そこ。さてと。えい。よし。えいっや。俺の番だな。任せて。
と叶ったわね。バックを取られた。気をつけろ。了解です。すまない、みんな。任せてくれ。さあ、行くぞ。すまない、みんな。
しないと。ガンランモード起動します。オーバルドライバー出力最大。ダメダメです。マジかよ。上げていこうぜ。さて、こう、あ、行くぞ。セッティア任せろ。私の番ね。そこ、そこだ。よし、よっ、ディア。はい、えい、任せて。はい、なんとかなったわね。
敵集団撃破しました。エイト任せてくれ。エイトさてと、エイ俺の番だな。ついさて、そこ俺の番だな。セイトさてと、あえそこ来やがれ。俺の番だな。セイト私の番に行け。行きます。ここです。データ収集終了しました。始めましょう。はい、俺の番だな。やっやっチャンスです。皆さんお願いします。わかった。はい、了解。私の番にそこ。なんとかなったわね。よっしゃ、畳みかけるぞ。やった。
よし。こいつはどうだい？よし。やっは。はい。任せて。
私の番ね。さてとは。任せろ。始めましょう。あいつは俺の番だな。いや私の番です。行きます。今だわ。みんな行くわよ。行くぜ。そうだよ。よし。
俺の番だな。ああ任せろ。私の番ね。俺の番だな。よし、もう大丈夫だ。よっしゃ、畳みかけるぞ。よし。行きます。行きます。
行くぞ。行きます。えい。任せろ。ふん。任せて。そこ。行くぞ。やっと。まだまだ行ける。始めましょう。はい、そう。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。はい、そう。オッケーです。
だまだいける。ここなら釣れそうだな。それ。こんなもんかな。それ。よし、ゲットだ。ゲットだ。それ。ま、こんなもんかな。
こんなもんかな。それ。行くぜ。ああ行きます。えい。お、えい、お、行くぞ。えい、いや、
行きます。あ、さて、はい、俺の番だな。ふん、おととい来やがれってな。かかってきやがれ。えいっと、さてと、えい、任せて、そこ俺の番だな。うい、お、任せてくれ。やっと行きます。えい、撃破しました。Thank you.
はい、特務進化バニングスです。何かあったのか？それが実は支援課に相談があるという市民の方がいるんですけど、直接そちらに回してもいいで。ああ、大丈夫だと。いつものように端末で回せる話。はい、ちょっと深刻そうな話なので。それにロイドさんたちをぜひにと指名されるお世話だったらと。そうか、事情は分かったよ。支援課の方に戻れば。はい、相談者の方にもそちらに向かうよ。どのくらいでお戻りになりますか？そうだな、少し遅れるかもしれないから、早く着いたら中で待っているように相談者に伝えておいてくれ。はい、分かった。それではロイドさん、緊急の様子。ああ、ちょっと深刻な話みたいだ。他の支援要請を切り上げて一旦支援課の方に戻ろう。了解です。で、相談者ってのは美人なのか？いや、知らないって。Thank you.
すみません勝手に上がり込んでしまって。そのなあ、いいですよ。相談者の方ですよね。ようこそ特務支援課へ。ロイド、とりあえずそちらにおかけください。まずは人通りお話を伺います。脅迫状。はい、一週間前のことです。イリアさんのもとに差出人不明の手紙。あ、イリアさんというのは。炎の舞姫の異名を持つ劇団アルカンシエルの大スター。国際的な知名度を誇る看板女優にしてアーティスト。いやまさかイリア・プラティエ絡みの相談事が回ってくるとはね。ランディさん、少し落ち着いてください。そのさすがに有名人ですから名前くらいは知っていますが、しかしその彼女宛に脅迫状が。はい、本人はただのいたずらだと言ってますけど、ちょっと不気味な文面でただのいたずらには思えなくって、それで劇団長とも話し合って、とにかく警察に相談してみようって。脅迫状の現物はどちらに。そのイリアさん自身が持っています。すぐに捨てようとしていたところをなんとか止めはしたんですけど。そうなるとまずはその脅迫状を見せてもらう必要がありますね。そういえばリーシャさんと言いましたか。当然アルカンシェルの関係者なんですよね。あ、はい、一応アーティストの一人です。そのまだまだ新米なんですけど。って、あなんだよさっきから。君の顔、新作の特集ページで見かけたことがあるぜ。イリア演じる太陽の姫と対になる月の姫を演じる準主役。そんな大型新人なんて。まだまだ稽古不足で足を引っ張って、本当はデビューなんて早いとは思ってるんですけど。それでもすごい、あのアルカンシェルに採用されてデビューするんですから。大体、しかし話を聞いていると、イリアさん本人はこの件について乗り気ではないみたいですね。はい、とにかく今は舞台の完成度を高めたいから外部の人間は入れたくないって。特にその警察なんか言語道断だって。それでは私たちも出る幕などないのでは。でも皆さんは特務支援課なんですよね。雑誌で読んだ限り、なんだか普通の警察の方よりも親しみやすそうっていうか、その
イリアさんも納得してくれるんじゃないかと。こう言ってはなんですけど、遊撃士協会の方には相談は。イリアさんは民間人ですし、彼らの護衛対象になると思いますが。それはそのクロスベルで、遊撃士協会はとても人気があるみたいですから。公演前にそんな人たちが出入りしたら変に噂になってしまいそう。その点皆さんならそこまで話題にはならないかと思って。すみません、私ったら失礼なこと。いや全然気にしてませんよ。それよりも大体の事情は了解しました。この件引き受けようかと思うんだけど、みんなどうだい？もちろん私はさ、私も異存なしです。いや、むしろ断るなんてありえないだ。というわけでリーシャさん、脅迫状の件、特務支援課が引き受けさせていただきます。ありがとうございます。それでは私、一足先に劇団に戻ります。劇団長とイリアさんには私の方から報告しておきますので。わかりました。まったね、リーシャちゃん。失礼します。さてと、とりあえず脅迫状を見せてもらわないことには。そうですね、ただのいたずらの可能性もありそうですし。いや、しかし役得公演直前のアルカンシェルに入れる機会があるなんてよ。しかも生入りやだぜ、生入りや。確かにあのイリア・プラティエから直接話を聞くかもしれないのよ。ちょっと緊張してきちゃった。雑誌とかで見る限りちょっと楽しみです。はい、こちら。それでは、はい、お疲れ様でした。報告は以上では、また依頼を達成したらよろしくお願いします。Thank you.
改めて見るとかなり立派、結構新しそうな雰囲気ですけど。築20年になるかしら。視聴者などに比べるとそんなに古い建物ではないわね。アルカンシェルか。小さい頃兄貴とセシルネに連れられて何度か来たことはあるけど。なんだ、どうした。いや、なんでもない。早速お邪魔しようか。関係者以外の立ち入り、その実はこちらの方から相談を受けた警察の者なんですが。ああ、特務支援課の方々、ようこそアルカンシェルへ。リーシャさんから話は伺っております。何でも劇団長とイリアさんにお話を伺いにいらっしゃったとか。ええ、お取り次ぎ願いますか。それでしたら正面の扉からホール内にお入りくだ。ちょうどイリアさんの稽古を劇団長とリーシャさんが見学しているはず。いいんですか、イリアさんの迷惑なので。いえいえ、そんなさじを気にされる人ではありませんよ。むしろ本番に近いと言って喜ばれるんじゃないでしょう。わ、よし、そんじゃ俺たちも。抜かれかけ、素晴らしいものを見せていただきました。ありがとう。まあ完成というにはまだ程遠い。まだ上があるんですか。当たり前じゃない。このシーンはあくまで冒頭の太陽の姫だけのシーン。これに月の姫が加わることでナンバーには相乗効果が生まれる。最後のクライマックスシーンは今の数十倍はすごいと思うわよ。すごい想像すらできません。リーシャ、彼らがさっき言ってた。はい、特務支援課の方々です。確かに全然けんでも、事情聴取とかする。たかがいたずらごときにそこまで付き合いたくないわね。まあまあ、イリア君、みんな心配してるんだ。少しくらい。そう言われても。公演前にテンション下がることは一切しないのがスタイルだし。リーシャが胸を揉ませてくれたら少しは考えるかもしれないけど。揉ませません。まったく君と来たら。なんか舞台の上とのギャップが微妙におじさんっぽいです。除血らしいのは知ってたけど。いや、強烈な人だよな。すみません皆さん、なんとか説得してみますから。ロイドさんたちは控室にでも。あれ、イリアさん、ロイドって今
ひょっとしてあなたのこと？まあ近い、近すぎるって。フルネーム？そのロイド・バニングスですけど。やっぱり。うわあ。おい。イリアさん。何をしてるのか。いや、世間は狭いわね。まさか噂の弟くんとこうして会えるなんて。そういえば警察に入ったって聞いたことがあったっけ。聞いていたイメージと本当そっくりじゃないの。イリアさん、セシル姉の知り合いだったり。セシルは私の親友よ。日曜学校以来だからもう10年以上になった。改めて自己紹介するわね。イリア・プラティエ、劇団アルカンシェルの看板を背負って立たせてもらってるわ。よろしくね、弟くんたち。まったく、イリアさんたら、いきなり抱きついたりして、ロイドさんに失礼じゃないですか。まあまあ、固いこと一個なし。それにお姉さんに抱きつかれて、ちょっと嬉しかったでしょ。セシルさんに続いて。これがヒエラルキー、弟至上主義というやつか。この弟貴族、弟ブルジョアジーが。それでその脅迫状の件。ああそうだ、弟君の頼みなら仕方ない。ちゃんと手紙を持ってきたの？はい。どうも。頼まれたのはこっちだけど。これが新作の公演をさもなくば、炎の舞姫に悲劇が訪れるだろう。金。確かに脅迫文っぽいな。脅迫文というよりただの嫌がらせ。言っちゃなんだけど、この程度の脅し文句なんか珍しく。そうなんですか。まあうちもそれなりに儲けさせてもらってるから、やっかみ半分面白半分で、脅しめいた手紙はそこそ。ただ今回ばかりはちょっと気になることがあってね。気になること？そこにある差出人か。ああそうな。今まで送られてきた脅迫状は無記名がほとんどだったんだが。それが今回は銀という思わせぶりな名前が書かれていて、ただのいたずらとは思えない感じがするんです。気のせいだと思うけどね。皆さん、銀という名前に何か。全く持ってないわ。そもそも人の名前なの？それ何かの暗号とかそんな感じはしますけど。うちの新作のタイトルに銀という言葉は入っているが。そのくらいだね。そうです。
ではそれ以外の心当たりはありませんか？失礼かとは思いますが、最近誰かの恨みを買うようなことがあったり。まさかね。あら、あなたたち誰かに恨まれる心当たりなんてあるの？あのね、私たちではなくてイリアさんの話ですよ。ほら、つい先日例の会長さんのこと。ああ、あのハゲ親父のことあまりにどうでもいいからすっかり忘れてたわ。そのハゲ親父というのは、マルコーニっていう油切ったハゲ親父のことよ。ルバーチ商会っていうゴロツキどもを使ってるっていう。ルバーチャ商会、その名前が出るかよ。何、どうしたの？いえ、最近よく聞く名前なので。それでそのルバーチャ商会の会長とはどういう経緯で？よく接待かなんかでうちに客を連れてくるのよ。いつも貴賓席を使っているから相当羽振りはいいんでしょうけど、舞台とかには全然、私のことも演技とか全然見ないで、体ばっかりいやらしい目で見てたし。イリアさん、よく気づくね、そんなこと。舞台の最中は観客席も含めて私の世界だから当然でしょ。へえ、そんな予定があるんすか。帝国からだけではなく共和国方面からも要請があるんだよ。期間限定でいいから特別公演をやってくれないかってね。そういえばこの前リベールのグランアリーナからもオファーがあったな。やはりすごい人気なんですね。でもどうしてそれをルバーチェの会長がバックアップするという話に。どうやら帝都方面に強力なコネを持っているらしくてね。まあ彼らの噂を聞いている限り遠慮したい類のコネだと思うが。ルバーチはどちらかというと帝国とつながりの深いマフィアで、帝都の暗黒街とのコネクションもそれなりにあるのかもしれません。そうなん。それで結局そのハゲ親父をどうし。もちろん丁重にお断りしたわ。二度と迫ってくる気が起こらないようビンタもかましてあげたけど。マフィアのボスにそんなこと。そうなんです、私も気を失いそうになって。私も気絶しそうだったよ。ただまあ向こうもイリア君の体を触ってくるなど無謀な周りの取りなしもあって、その場はなんとか収まったな。向こうがその時の屈辱を忘れてない可能性はある。そういうことですか。確かに脅迫状を出す動機にはなりそうですね。事情は大体わかりました。まずはいくつか手がかりを当たってみよう。イリアさん、
この脅迫状はお預かりしてもいいですか？ええ、構わないよ。少し目つきが変わったわね。私たちもステージに上がるときと同じようにね。いいわ、あなたたちならいい仕事をしてくれそうだし、リーシャの心配を取り除くためにもこの件全てお任せしておくわ。イリアさん、引き受けました。ご期待に添えるよう尽力させていただきます。ありがとうございました。イリアさんも納得してくれたし、相談して本当に良かったです。これからですよ。どうやら一筋縄ではいかなくなりそうですし。そうですよ。そういえば、どうかそんな丁寧に話さないでいただけませんか？ね、私まだロイドさんやエリーさんよりもちょっと年下だと思いますし、そんな丁寧に話しかけられるとなんだか申し訳。そうですか。それじゃあちょっと砕けさせてもらうよ。はい、リーシャ、ミーティングを始めるわよ。はい、イリアさん。それでは皆さん失礼します。何か分かったら遠慮なく劇場にいらっしゃってください。さすがに忙しそうだな。ま、公演まで数百回は稽古を重ねるらしいからな。脅迫状を気にかけている時間がもったいないのも頷けるぜ。なるほど。新作の成功のためにもなんとか解決できるといいわね。ああ、そうだな。さて、どうするんだ。今のところ手がかりはルバーチェくらいだが。一応、銀という名前も。そうだな。なあ、みんな、ルバーチェ商会を一度訪ねてみないか。え？マジか。別に、警察の捜査として普通の事情聴取をするだけさ。脅迫状を出したのがルバーチェの会長かどうかはまだわからないけれど、面倒を避けてるだけじゃ真実にはたどり着けないと思う。一理ありますね。それにいい機会だと思うんだ。あれだけのことをしても捕まらず大手を振って歩いている連中。なるほどな。やっぱり心配か。なんだったら俺とランディだけでも。ロイドさん。いや別にそういう意味じゃなくて。ううん、別に心配はしていないわ。そうね、尋ねるだけであればそれほど危険ではないと思う。この町のマフィアというのが本当はどういう存在なのか知るにはいい機会でしょうね。なんだよお嬢、ずいぶんと思わせぶりだな。気のせいよ。脅迫状に関しても氷山から駒ということがあるかもしれないし、早速訪ねてみましょう。ああ。データベースの情報によると、ルバーチェ商会のビルはそこの裏通りの途中から。あの怪しげな一角か。中の姿を見かけると思ったらマフィアの本拠地だったわけだな。
チショ、ずいぶん怪しい路地だとは思っ、なんだお前ら、お前らみたいなガキどもが近寄、とっとと薄い、な、お前ら、あの時の、もしかして、どうやらお知り合いだったみ、なんだ、こいつらがどうしたんだ、例の警察のガキども、旧市街の仕込みを邪魔してくれた、なんだと、どうやら、自己紹介、今日は、捜査任務でこちらに伺わせて、何、こちらの会長さんに、取り付いてもらえ、とある事件に関して話を聞かせてもらいたい、ふざけるな、警察のガキが会長に話だと、容疑者というわけでなく、あくまで参考人としてです、もちろん強制ではないので無理強いはしませんが、ま、取り付いてくれるくらいはしてもらってもいいんじゃねえか、ち、あるのがしくじったけんで、さらに調子に乗らせたみてえだな、おいおい、どうする、勘違いしてるクソガキどもに改めて礼儀でも教えてやるかよ。なんかダメ、仕方ない、退散するしか、通してやれ、若頭、お疲れ様です、お、ご苦労、でかい、あのバルドさんも相当な大きさでしたけど、こっちはそれ以上だな。お前らが警察のガキどもか、話には聞いてたが、思った以上に若いじゃねえか、特務支援課のロイド・バニングスです、あなたは？ガルシア・ロッシ、ルバーチェ商会の営業本部長を務めている、まあ、若頭と呼ばれることの方が多いんだな。おいおい、いきなり大物臭いぜ。おそらくな。入れ。話は俺が聞いてやる。はっ。若頭がそう。ちょっと入りや、くれぐれもあの人にぶれ、長生きしたか。うちの会長がイリア・プラティエに脅迫状で嫌がらせだと、とんだヨタ話もあったもん、無論こちらもそうだと決めですが、ほとんど手がかりがない状況で、先日揉め事があったと聞きまして、参考までに話を伺えればと。会長が引っ叩かれたやつ、ありゃ酒の席でのちょっとしたハプニング、会長も酒が入ってたせいか、ほとんど記憶にないらしいしな、全然気にしてないと思う、そうなんです、お聞きした話だと、帝都のオペラハウスへの進出をイリアさんに持ちかけられたとか、ああそんな話もあったら、うちもいろいろな付き合いがある、そっちの方から仲介された話だ、まあむしろそれは口実で、会長はあれの特別ゲストとして、彼女、あれ特別ゲスト、ああこっちの話だ、まあそういうわけで何の関わりもねえ話ってこと、わかったか、念のため脅迫状の現物を確認してもらってもいいですか。まあいいだろう、よこせ、これです、はなんだこいつ、確かにイリア・プラティエの公演を妨害したいみてえだ、ん、え、何か気づいたみたい、脅迫状というよりは単なるいたずらじゃねえぞ、おいおい、何か心当たりがあるような反応でしたけど、何のことだ、手紙の文面についても全く心当たりはねえな、
ま、少なくともうちの会長が書いたんじゃねえのは断言できる。とんだ無駄足だったな。ち、何か知っていそうだが。話は分かりました。ところで、今の話を会長さんから直接お聞きできないでしょうか。ああ、確かにそういった話は本人から直接。それとも留守でもしてんのかい。調子に乗るな、小僧ども。てめえらみたいなガキどもに会長が会うわけねえだろ。いつでもひねり潰すことのできる無知で哀れな子犬ごときに。本来なら俺もてめえらごときにわざわざ会うつもりはなかったよ。せっかくの機会だから親切に忠告してやろうと思ったわけだ。てめえらが何をしようがこのクロスベルの現実は変わらねえ。まして俺たちを同行することなど不可能ってこと。ずいぶん余裕たっぷりじゃねえか。分かったらとっとと失せろ。てめえらみてえなガキどもを相手してるほど暇じゃねえんだ。だがこれ以上歯向かえばガキだろうが容赦なく叩き潰す。忠告ありがたく受け取っておきますよ。行こうみんな。聞き込みはこれで十分だ。ええですね。茶の一杯くらい出しやがれってんだ。待て、そこの影。ああ、俺のことか。そう、赤目どこかで見たよ。いや、おいおい勘弁してくれよ。グラマーな姉ちゃんならともかくおっさんに言い寄られる趣味はねえぞ。まあいいだろう、目障りだ。とっとと失せろ。そっちが引き止めたんだろうな。ただまあ、あの男、ただのまともにやり合ったら今の俺たちじゃ歯が立たねえだろう。そうか。それ以前にまともに相手にされていないこちらが何をしたところで。ああ、それは俺も感じたよ。議員とのつながりがあるとはいえ、あの余裕は何なんだ。エリー、なんだ、どうした。なんでもないわ。それよりこれからどうするの。どうやらルバージェには何か心当たりがあるみたいだけど。ああ、脅迫状の一件か。あの若頭の言葉を、俺はこの件にルバージェが関係している可能性は低いと思う。でも脅迫状を見て明らかに反応してましたよね。間違いなく何かに気づいたんだと思う。
おそらく気づいたのは、脅迫文の筆跡、これに反応した可能性は。確かに筆跡というのは書く人によって、かなあの若頭が声を上げたのは最後の方になってからでは。あ、そうか、手紙の最後にあったのはこれに反応したのかもしれない。銀、結局はこいつか。この人物がルバーチェの関係者という可能性はないのかしら。いや、関係があるとしたら、あの若頭はまるで関係がないことを最初から確信しているような。なるほど、確かにそんな。ルバーチェと無関係でありながら彼らが強そういう人物ということですか。ああ、だとするとルバーチェの情報に詳しい人に相談してみた方が良さそう。法律事務所のイアン先生とか。ああ、そう、本当だったらグレイスさんにも相談してみたいところだけど。ま、あの姉さんに話したら脅迫状のことまで強引に聞き出した。アルパンシェルにとっては格好のスキャンダルになりそうですね。ああ、だから正直、あとは他にも心当たりがあるなら、もしかしたらお、ええそれでは早速聞き込みを始めましょう。どこを回るにせよ法律事務所には行かない。ああ、差出人の名前、これに反応したんだと思う。銀、この人物がルバーチェの関係者という可能性はないのかしら。いや、関係があるとしたらあの若頭は、まるで関係がないことを最初から隠し。なるほど、確かにそんな。ルバーチェと無関係でありながら彼らは強く意識してそういう人物ということですか。ああ、だとするとルバーチェの情報に詳しい人に相談し、法律事なほんまあながえどだね。話はいろいろ聞いているが、頑張っているようじゃないか。先生ほどじゃないと思いますけど。相変わらずお忙しくしてらっしゃるみ。
もう慣れっこだよ。それはそうと、どうかしたのかね。何やら相談事があるような顔つきをしているが。驚きました。やっぱわかるもんすか。まあそういった依頼人をそれこそ山ほど見ているからね。仕事も一区切りついたところだし、相談くらいには乗れると思うよ。先生ありがとうございます。それではお言葉に。なるほど、アルカンシェルに脅迫状、そして銀という差出人とルバーチェ。何か。いや、あいにくそれらを結びつける情報は知らないが、銀という名前ならば心当たりがないわけではない。え、本当ですか。ああ、同じ人物を指しているかどうかはわからないが、それでも構わないかね。ええ、今は少しでも手がかりが欲しいと。前に出張で共和国に行った時なんだが、奇妙な都市伝説を現地の人に聞かされてね、インと呼ばれている伝説の教主がいるらしいんだ。イン、いわゆる東方読みですね。その教主というのは、確か刺客とか暗殺者って意味だったはずだ。主に東の方で使われてる呼び方らしいが。うん、よく知っているね。まあ優秀な傭兵のことをイエーガーと呼ぶのと似たような習わしなんだろう。しかしその都市伝説というのは。ああ、どうやら本当に実在しているのかどうか、噂では仮面と刻意で身を包み決して素顔を見せないという。亡霊？随分荒唐無稽な話だな。なるほど、だから都市伝説です。ですがその伝説の資格はどうしてイリアさんに脅迫状を。そうね、すぐにはつながらないけれど、もしかして変ゆえ。ああ、俺もそれは思った。確かに変ゆえはカルバードの東方人街に一大勢力を構えている組織だ。伝説の教師と何らかの関係があっても不思議ではないが。なるほど、あの若頭が反応したり、ルバーチェとヘイユエは現在この町で対立して、そのヘイユエとインってのが結びついているとして。ルバーチェと無関係でありながら、彼らが強く意識しているソロイドさんの推測を裏付けることにはなりそう。興味深いな。しかしそのインがどうしてアルカンシェルの大スターイリア・プラティエを脅すのかね。それは確かにそうですね。イリアさんとルバーチェの会長が酒の席でトラブルを起こした件、それが関係している可能性は。どうやら大した話、ルバーチェの対立相手が彼女を脅すりだな。となると脅迫状のインってのは全くの別人って考えた方がいいのかね。いや、これだけ符号が揃ってるんだ。全く関係がないと切り捨てるのは早計だろう。なあみんな、さっきの今でなんだけど、一度ヘイユーも訪ねてみないか。え、おいおい、またしてもいきなりだな。考えてもみてくれ、あのルバーチェに警戒されているほどの勢力だ。そんな相手がこの町に進出して裏社会の覇権を奪おうとしている。なるほど、これを機会に確かめるわけですね。しかしいきなり訪ねても大丈夫かよ。どんだけ危険な相手だか
こっちには情報もねえんだろ。平ゆえ貿易公使の支社長だが、実はこの前会ったばかりでね。本当ですか？クロスベルデの商取引について法的に問題ないか監査を依頼してきたんだ。違法なところはなかったから結局引き受けることになったが、その時にその支社長と会ったんだ。そのどういった人物でしたか？一言で言うと切れ者だね。頭脳派ですか？なかなか厄介そうな相手だな。そんな切れ者にわざわざ面会を申し込むのか？ああ、せっかく口実もあることだしね。どうかな？面白そうじゃねえか。私も少し興味がある。私もルバーチについてはある程度は知識があるけど、ヘイウェはほとんど知らないから、確かにいい機会かもしれないわ。決まりだな。イアン先生、どうもありがとうございました。これでなんとか捜査を続けることができそうです。そうか。そうしていると少しガイ君のことを思い出すな。相手は一応真っ当な貿易会社を装ってはいる。その意味で尋ねるだけであればそこまで危険はないだろう。だが彼らの本体は巨大な勢力を誇るハフエムへも気をつけたまえ。はい、ご忠告。周辺は IBC やクロスベル…まあいいわ。ここか。どうするの？すみません、いらっしゃいますか？どちら様でしょうか？クロスベル警察特務支援課に所属する者です。とある事件に関してこちらの支社長さんの話を聞かせて。少々お待ちください。さてと。鬼が出るか邪魔出るか。扉が開いてみてのお楽しみですね。お待たせしました。支社長が哀れるそうです。どうぞ中に。どうも失礼します。いらっしゃいました。はじめまして、クロスベル警察特務支援課のロイド・バニングスと言います。こちらこそ、はじめまして。
テイユエ貿易公使クロスベル使者を任されているサオリーと言います。ロイドさんにエリーさん、ランディさん、ティオさんでよろしかったですか？どうして私たちが種を明かしますと、クロスベルタイムズを愛読していまして、あなた方の記事を読んでファンになってしまったんです。それで失礼ながらいろいろツテを使ってお名前を調べさせてもらったんですよ。そうだったんですか。おいおい、いきなり先生パンチかよ。いや、私としては皆さんにお会いできて光栄なんですが、本日はどのようなご用件で、もしや当社の営業活動に何か問題でもあったと。いえ、そういうわけではないんです。実は自分たちは現在アルカンシェルに関係する事件を。アルカンシェル？あの有名な劇団のことですね。いや、クロスベルに来たからには私も一度は見ておきたいんですが、忙しくてなかなか時間が取れない。そういえば今度新作が発表されるそうですね。実はその新作の公演についてちょっとした問題が起きていまして、その捜査の一環として。何か事情がありそうですね。わかりました。詳しい話を聞かせていただきましょう。いいんですか。こちらの貿易会社はカルバード共和国の東方人街に本社がおありだとか。もしかしたら名前くらいごまるで私どもがその因なる犯罪者と関わりがあるかのようなおっしゃられようですね。いえ、とんでもない。正直情報が少なくて。あくまで一般的な情報ですが、因についてのもう少し詳しい伝説についてお願いします。インという名前は共和国の東方人街では非常に有名です。仮面と黒衣で身を包み、素顔を見せない謎の教主。影のように現れ、影のように消え、狙った獲物は決して逃がさない。そしてここが肝心ですが。それはどういう。どうやらインは100年以上前から教師として活動を続けているそうです。100年前といえばカルバード共和国が民主化された直後くらいのことですね。そしてその時の記録を調べると、確かにインの名前が品質するそうです。動乱期の最中、要人を次々と葬った国威に身を包んだ謎の魔人としてね。ますますもって荒唐無稽な話ですね。やっぱりただの言い伝えで実在は知ってないんじゃねえのか。いいえ、実在しますよ。何？東方人街の裏側においては、インはただの伝説ではありません。正体不明ではありますが、条件さえ合えばミラで雇える最高の資格にして暗殺者、あらゆる暗器と武術を使いこなす迅速の速さを秘めた闇の部。その組織というのは。ああ、そうそう、その院ですが、噂では最近東方人街から姿を消してしまったそうですね。
なんでもその組織から大きな仕事が入ったらしく、とある自治州に向かったのだとか。あんたどうしました？その組織が何という名前なのか私はまだ申し上げていません。その自治州がどこなのかもね。どうやらあなた方もルバージュと同じようですね。たかが地方組織ごときと同じにしないでいただきたい。彼らは彼らでこの得意な町に抜け目なく適応しているだけはある。なかなかに手ごわくて私も手こずらせてもらっています。おいおい、ぶっちゃけましたね。アクロスベルは自由な競争が法によって保障されている。何か問題でもありますか？一つ聞かせてください。そのルバージュとの競争の中にアルカンシルは入っていますか？ほう、以前ルバージュの会長はアルカンシェルに対して帝都工業を持ちかけたそうです。同じようなことをお考えになってらっしゃるとか。確かに共和国の方ではそういった動きもあるようですが、あいにく私どもの会社は芸能方面には関わっておりません。私としても不思議なのですよ、どうしてその脅迫状の最後に。なるほど、いろいろと参考になりました。どうもロイドさん。おい、いいのかよ。これ以上ここにいても得られるものはなさそうだ。いろいろと忙しいみたいだし、そろそろ失礼させてもらおう。そうね。お気遣い感謝します。ああそう、ロイドさん、何でしょうか？そう怖い顔しないでください。先ほども言ったように、私があなた方のファンというのは本当のことなの。今回の一件、なかなかに一ファンとしてあなた方がどのように解決して楽しみにさせていただきますよ。お疲れ様でした。また何かあればいつでもいらっしゃってくださいと。どうもご親切に。ルバーチェに続いてこちらもだったか。ま、あっちよりははるかに友好的だったが、逆に舐められてたのかもな。その可能性は否定できないかと。ひょっとして具合が悪いんですか？ううん、大丈夫よ。それよりも院という凄腕の資格がクロスベルに潜入している、その情報は確かみたいね。ああ、あのチョッタバ、あの支社長がアルカンシェリやイリアさんを脅迫したとは思えないんだよ。ああそんな感じはしたな。もしそうだったらそもそも院との関係をほのめかしたりはしねえだろう。ということは、インという暗殺者が雇い主であるヘイユイに関係なく勝手にやったことなのでしょうか？そうだとしたら、正直さっきの話が本当ならあの支社長もインの素性を知ってるわけじゃないんだ。となると本人を捕まえるしか聞き出す方法がないって。はそうね、もしそのインという資格が、これはもう私たちの仕事ではないかもしれない。どうやら相当な凄腕みたいだし、私たちで捕まえられる保証もない。Thank you.
それはまた旧市街の時のように知らぬ顔をされるのでは。アルカンシェルやイリア・プラティエという存在はクロスベル氏にその身に危険が迫っているなら、警察本部だって絶対に、それこそ警察の威信にかけてもね。その通りだ。あなたは。一家のダドリー。来い。え？こんな場所で悠長に話をするバカがどこにいる。いいからついてこい。おいおい、なんだって。お前たちはアホか。何のつもりかは知らんが、のこのこと乗り込んで、挙句の果てにあんな場所で悠長に相談事をするとはな。確かに少々配慮が足りませんで。まあいい。で？で？アルカンシェルがどうとか口走っていただろう。それとお前たちが兵ゆえを訪れたことに何の関係があるか。洗いざらい話せと言っている。なっ、おいおい、いきなり何言ってんだ。唐突に現れた割にはずうずうしい要求ですね。ずうずうしいのはどちらだ。我々一家は一月以上前から兵ゆえをマークしている。いきなり何の断りもなく割って入ったのはお前たちだぞ。そうなんですか。もしかして一家の方でもいいの。その名、とにかく知っていることを包み隠さず話し従わなかった場合、こちらの捜査妨害を行ったとしてセルゲイさんに厳重抗議する。わかりました。ただし、あくまで支援課で受けた話です。他言は無用にお願いしますよ。それは私が判断する。いいから話せ。これは命令だ。手がかりがないと思ったが、ようやく尻尾を出したという。それは、インのことですよね。そうだ。ルバーチェに対抗するため兵ゆえが切り札として雇ったという凄腕の刺客にして、ある筋から情報を入手して以来、我々一家は兵ゆえを監視してきた。言ってくれるじゃねえか。ですが、どうして兵ゆえだけ監視を、ルバーチェの方は放置しているようですが。何を言っている。ルバーチェについても大体の動きを把握しているぞ。旧市街の一件や軍用犬の使用、お前たちが関わった一連の事件もある程度のことは事前に掴んでいた。な、だったらどうして。あの程度で動いていてはキリがないというだ。殺人が起こったわけでもなし、ただの小さないざこざに過ぎん。どうして他の重要案件を後回しにして限りある人員を割かなく。そうは言っても、我々捜査一課はお前たちのようなボンクラとは違う。この正義が守りきれない街で一定以上の秩序を保ち続けること、その苦労がお前たちに分かるのか。
やはりそうなんですね。クロスベルの平和と繁栄は薄皮一枚の上に成り立っている。市民の大半はその事実に、ルバーチが帝国派議員と結びついている話は有名だが、あのヘイウェにしたところで共和国派議員と関係を深めている。その時点で直接手を出すのはどちらも不可能になってしまっている。それだけではない、スパイを取り締まれる法律がないから。そんな、信じられません。なんつうか末期状態かもしれねえな。だがそんな絶望的な状況でも我々はやれることをやる。全ての案件の危険度を査定し、たとえ根本的に解決できなくても抑止できるように働きかける。院の問題もその一環に過ぎん。アルカンシェルの一件についてはこちらの目が行き届いていなかった。状況を判断する限り、因が実在するのは確かだろう。気を配りつつ、姿なき謎の暗殺者の手からイリア・プラティエを守りき、そんな真似がお前たちにできるのか。人手がなければ難しいかもしれません。アルカンシェルへの連絡だけはせめてお前たちに任せてやる。脅迫事件の対策が捜査一課に引き継がれること、きちんと説明しておけよ。言うだけ言ってとっとと行きやがったな。しかも専用車でというのはさらにムカつく感じです。でも彼の言うことも納得できないわけじゃない。実際こちらで処理できる範疇を超えてきている気がする。リーシャとイリアさんには事情を説明して謝るしかないな。ええ、それしかねえか。仕方ありませんね。ちょっと待って。え、ロイド、あなたがそんなことを言うの。壁を乗り越えるってみんなでなら乗り越えられるって言ってくれたじゃない。なのにどうして。エリー。おい、どうしたんだ。お嬢だってさっきは警察本部に任せるべきだって言ってただろうが。そうよね。エリーさん、その俺だって悔しいし何とかしたいと思ってるさ。エリーがそう言うなら何とか別の手を考えて。いいの、ごめんなさい、ちょっと疲れているみたい。エリー、今日はいろいろと厄介な連中とばかり顔を合わせたからな。アルカンシェルに行ってイリアさんたちに報告したら戻って一休みしようぜ。そうですね、それがいいと思います。そうだな、エリー、それでいいかい。ええ、みんなありがとう。それじゃあアルカンシェルに行きましょう。
あれ？することはない。そちらの諸君は同僚の方々かな？はじめまして、クロスベル警察特務支援課ロイド・バニングスと言います。ティオ・プラトンです。どうも、ランディ・オルランドス、私の名前はヘンリー・マクダエルという。どうやら孫娘がいろいろと世話になっているようだね。え、いえ、そんな、世話になっているのはむしろこちらの方で。まあ確かにお嬢には報告書とかの書類作りでもだいぶ助けられちまってるよな。少しはランディさんも手伝うべきかと思いますが。ね、充実した職場で何よりだ。しかしお嬢さん、たまにはご実家の方にもお顔を出された方が。すみません、そのせっかく自立したのに頼るのもどうかと思いまして。ですが。いいんだ、アーネスト君、それだけエリーの決意も固いということだよ。お前が選んだ道、納得のいくまでやってみなさい。公私混同はできないが、できるだけ協力させてもらうよ。はい、ありがとうございます。それでは行こうか、アーネスト君。次は商工会との会合だったな。はい、5時からになります。実家ってものすごい金も。ロイドさん、ヘンリー・マクダエル、このクロスベル市の市長さんの名前じゃないか。あ、確かにデータベースでもそう記録されていたような。今まで気づかれなかったのが不思議なくらいだと思うけど。いや、最初に名字を聞いた時に引っかかってはいたんだけど、なんだかいろいろあったからすっかり流してたっていうか。いや、でも確かに面目。まあ別に気にすることないわ。祖父が何者であろうと私には関係のないことだから。それより早く
イリアさんたちに報告しましょう。面目ないけれど、きちんと引き継ぎのことを伝えないと。ああ、そうだな。ところで、そのお嬢の爺様がなんでアルカンシェルに来てたんだ？あ、今回の新作は市の創立記念祭と合わせて公開されるそうだから。なかなかのシーンにも乗りそうよ。リーシャ、月の姫のターンだけど、ほんの少しためを作りましょう。太陽の姫もそれを受けて今日疲れる演技を入れるから。はい、すごいですね。一つの舞台を作り上げる、それだけのためにここまで。ま、せっかくよくできるんならとことんやるのが筋ってもんでしょ。それよりもどうしたの？なんか進展でもあった？はい、少々残念な報告もしなくてはいけませんが。劇団長も呼んでくるから、ここで話を聞かせてちょうだい。イン、まさかそんな危険なやつが。そんな本当にそんな人がこの町に？へえ、面白いじゃない。東方神話の伝説と謳われた影のごとき不死の暗殺者か。いいわね、舞台向きのキャラだわ。そうだ、第三幕の白装束のイメージに使えるんじゃないかしら。イリア君、そんなのんきなことを言ってる場合じゃないですよ。ヘイウェイという勢力がインという犯罪者を雇っているのは確かに。そのインがどうしてイリアさんに脅迫状を送ったのか。そこどうも、ただのいたずらであるという可能性は。その公演を中止するというのはありえないわね。たとえ劇場の爆破予告があったとしても、私たちは舞台から降りたりしない。そうでしょ劇団長。まあそうだね。イリア君ほどではないにせよ、私たちは多かれ少なかれ舞台という魔物に見入られた人種だ。おそらくただの一人としてうちのアーティストたちが出場を辞退することはないだろう。私も新米ですけど。やれやれ、素晴らしきは舞台の亡者たちか。となると他の部署に警備などを引き継ぐ形になっても構わないと。まあ正直鬱陶しいけど、セミ発捜査一課だっけ？どういう人なの、その担当者って。見るからに有能そうというか。実際相当優秀だとは思います。捜査一課というのは
警察でも名実ともにエリート集団、あくまで目立たない形で完璧に警備するのでもないかと。大きい、勘弁してほしいわね。でもまあお客さんもいることだし、安全には配慮するしかないか。まあ我慢してくれた、どうせ君のことだ。舞台に集中し始めたら他のことは一切どうでもよくなるんだろう。失礼ね、客には気を配ってるよ。舞台は観客との響き合うことで初めて真の意味で完成する。劇団長がいつも言ってることじゃない。君の場合はとてもそう思えないんだがね。響き合うというより無理やり自分のリズムに引きずり込むというか。なんていうつくづく本当に舞台バカなんですね。あのロイドさんたちはこれで捜査の方は。ああ申し訳ないけど、まああとは一家が引き継ぐし心配することはないと思うよ。そうでまあ弟くんに担当してもらえないのはちょっと残念だけど。いろいろと調べてくれて感謝するわ。お礼にチケット全員分送るから暇な時にでも見に来てちょうだい。そうだね、記念祭中の分は無理だが来月分のチケットでよければプレゼントさせてもらうよ。まあいやー、再来月分になるって諦めかけてたんだけどな。とっぱらです。エリー、すみません、そのなんだか迷惑ばかりおかけしてしまったみたいで。いや気にしないでよ。もともと警察の仕事なんてのは地道な無駄骨の繰り返しだしね。防犯とかそんな感じですよね。そうそう、リーシャちゃん。俺たちのことは気にしないでプレ公演頑張ってくれよな。はい、ありがとうございます。プレ公演なんだ、知らないのか。アルカンシェルは毎回新作の本公演の前に一度だけお披露目の舞台をやるんだよな。はい、私も今国内外の関係者やマスコミの方々が招待されるんだそうです。そうなのか。ひょっとしてマクダイル市長も招待を。あ、はい、主賓としてお迎えするそうです。記念祭と合わせて今回の公演を後押ししてくださっているらしくて。そうですか。リーシャさん、プレ公演頑張ってください。リーシャさんなら初めてでもきっと大丈夫だと思いますから。そうだな、練習を見る限り何の心配もいらなさそうだったし。おお、絶対にいい舞台になるって。すごく楽しみです。ありがとうございます。そのとっても心強いです。それでは私稽古に戻りますね。皆さんありがとうございました。失礼します。今日はもうだな。なんだか気が抜けてしまいました。そうね。
あの人は。ああ、よかった。本当にこの場所でいいのか迷っていたんだよ。アーネストさん、ひょっとして私を訪ねてこられたんですか？ ああ、事務所の用事のついでに訪ねさせてもらったよ。エリー、どうしたんだい？元気がないようだが。先ほどアルカンシェルを訪ねていたようだが、何か警察の仕事に問題でも？ いえ、大したことじゃないんです。その劇団の関係者から相談を受けていたんです。その報告に伺っただけなんです。本当はここに来ようかどうか迷ったんだが、やはり来て正解だったようだな。単刀直入に言おう。エリー、警察を辞めて戻ってこないか？君にも考えがあって警察に入ったのは知っている。だがそんな疲れた顔をして子供のように迷った目をして、本当にそれは君が歩むべき道なのかい？今の政治状況に絶望を覚えているのもわかる。おそらく警察入りを志望したのもそのことが関係しているんだろう。だがエリー、少しは市長の苦労と気持ちを分かって差し上げてほしいんだ。来月に記念祭を控え、市長は今多忙を極めている。記念祭の後は予算をめぐって帝国派と共和国派双方とやり合わなくてはならない。そして半年後には市長選。すまない、差し出がましいこと言って。だがどうしても見過ごすわけにはいかなかった。市長を尊敬する者として、昔から君を見てきた者として。アーネストさん、もちろん君の道は君が決めるものではあるが、本当にそれが正しいのか今一度考えてみてほしい。少し考えさせてください。みんなごめんなさい、少し疲れたからちょっと自室で休ませて。な、君たちいきなりすまなかったね。いえ、いろいろと事情が終わりのようですし。まああんまりお嬢のことをいじめないでやってくれよ。ですね、私たちからエリーさんを奪おうとしているみたいですし。別にそんなつもりはなかったんだが、ただ君たちは彼女がもともと政治家志望なのは知っているかい？おいおい、そうなのかよ。確かに政治や経済のことにとても詳しいみたいでしたが。ああ、市長の後継者としていずれ政治の道を志すべくいろいろと勉強してきたんだ。そのために各国に留学して深い教養と国際的な政治感覚を養っていたはずだったが、去年帰国したと思ったらいきなり警察入りを志望してね。そうだったんですか。知りませんでした。まあなんでこんなセレブなお嬢様が警察にとは思ったけどな。できれば彼女が結論を出すまで君たちもそっと見守ってほしい。このまま続けたとしても、あんな風に迷いを抱えたままではとてもやっていけないだろうからね。もうこんな時間か。お騒がせをしてしまった。私はこれで失礼させてもらうよ。な、
ふう。なんだか今日はため息をつくことが多いですね。ああ、濃いイベントがてんこ盛りなんつうか、精神的に疲れたぜ。そうだな。課長に報告をしたら、俺たちも早めに上がろう。なるほど。ま、事情は大体分かったぜ。それで、このまま泣き寝入りすんのか？泣き寝入りって、一家が出張ってきたのに、俺たちの立場で食い下がれるものなんですか？ま、無理だろうな。大方、あの狐あたりがしゃしゃり出てきて、厳重注意だろう。ですよね。なら、一家の手伝いを申し出るのはどうでしょうか？いや、あのメガネスーツ野郎の態度を見る限り。多分な、警察の縄張り意識ってのは結構厄介なもんだ。特に一家はエリートだから、お前らみたいなガキの手伝いなんざ断固拒否してくるだろうぜ。ただし、黙ってやる分には話が別だ。ね。この特務支援課はある意味規格外の部署だ。本部からはぶられてはいるが、それは逆にある程度の裁量が任されているとも解釈できる。それこそ黙ってやる分には他の部署の縄張りを踏み越えられるくらいにはな。おいおい、そんなこと言っていいの？とんだ不良上司ですね。言っただろう。俺は基本的には手を貸さねえが、尻拭いだけはしてやるってな。腹をくくって動くのはお前らだ。まあそうは言ってもその調子じゃ無理だろうがな。何せ仲間うちに迷ってるやつがいるくらいだ。チーム一丸となって腹をくくれる状態じゃねえだろう。それはまあ、お嬢があの調子だとどうにも調子が出ねえよな。なんかこうピリッと引き締まらねえっていうか。確かに今日一日そんな感じはしていました。エリーさん、大丈夫なんでしょうか？よし、エリー、ちょっといいかな？
返事がない。寝てるのか。いや、それにしては気配がないな。すまない、開けるぞ。いない。どこに行ったんだ。ちょっと探してみるか。どうして分かった？なんとなくかな。なんとなくだけど、あなたが来るんじゃないかって。そっか。綺麗だな。あっちに見えるのは IBC ビルか。多分大陸全土を見回してもこの町ほど夜景が綺麗なところはないんじゃないかしら。だけど町の明かりが増えれば増えるだけ星の光は見えなくなる。エイドスの地雷の明かしたる清らかな星の光は。エリー、昼間のこと覚えているでしょ。ルバーチェ、ヘイユエ、そしてダドリー捜査官が言ったこと。てめえらが何をしようが、このクロスベルの現実は変わらねえ。まして俺たちをどうこうすることなど不可能ってことだ。あくまでビジネスの競争相手としての話です。クロスベルは自由な競争が法によって保障されている場所。何か問題でもありますか。この正義が守りきれない街で一定以上の秩序を保ち続けること。その苦労がお前たちに分かるのか。あれがこの町の闇、クロスベルという自治州の真実よ。帝国と共和国の狭間で生かされ、誇りも持てず嘘と欺瞞にまみれ、誰もがそれを仕方のないことと諦め、日々の忙しさに追い立てられる。私たちはそんな町で生きている。そうか、エリーは諦めたくないんだな。父と母がいたの。こういう言い方すると亡くなっているみたいだけど、二人とも今も元気よ。もっとも離婚してそれぞれ帝国と共和国で暮らしているけど。そうなのか。父はもともと共和国の人だったの。この町に来て母と出会い、マクダエル家に入ることで政治家としての道を志した。そして議員になってすぐにこの町の歪んだ現実に気づいた。
正義感の強い人だったから何とかしたいと思ったんでしょうね。何年もかけて粘り強く様々な改革案を打ち出していった。すごいな。うん、結局父の改革案は潰された。帝国派、共和国派、どちらからも排斥される形で、信じていた同志に裏切られ、友人を亡くし、性的にあざけられ、私を連れて父についていくこともできず、そして離婚が成立して父はいなくなってしまった。母は父を恨んだみたいだけど、やっぱり愛していたんでしょうね。父のいないクロスベルに住むのが辛くなってしまったみたいで、親戚のいる帝国に身を寄せてしまった。私が政治の道を志そうと思ったのはその時からよ。別に父の敵を取ろうとかそういうつもりじゃなかった。ただ納得いかなかったの。あんなにも幸せだった家族がなんで壊れてしまったんだろうって。祖父の助けもあって、私は各地で留学をしながら政治経済などを学んでいった。でも勉強すればするほどクロスベルの置かれている状況は困難なものであることに気づき、結局は帝国と共和国、この二大国の持っている重力にあらゆる正義と利害は絡め取られ、歪みを余儀なくされてしまう。私は壁にぶつかった。壁。ええ、父もそうだったけど祖父も感じているであろう壁。ねえロイド、クロスベル自治州の政府代表って誰だか知ってる？それはマクダイル市長じゃないのか？ううん、正確にはクロスベル市の市長と自治州議会の議長の2人よ。つまり今だとおじい様と帝国派のハルトマン議長という人がクロスベル政府の共同代表なの。これは自治州法に定められているわ。そうか、不勉強だったな。でもどうしてそんなややこしい体制になってるんだ？決まっているわ。同格の代表が2人いたら政治改革が起こりにくいからよ。そんな、いやでも確かにそうなるのか。ええ、が2人いた場合、どちらかが改革を起こそうとしてももう片方が必ず足を引っ張る。これはもう政治力学としてそうなるのが歴史の必然なのよね。70年前、帝国共和国双方の承認を受けて創設されたクロスベル自治州。私は途方に暮れてしまった。
政治の世界にそのまま入れば、その呪いに必ず蝕まれてしまう。それが警察だったのか。ええ、政治とは別の視点で様々な歪みが観察できる場所。父が失敗し、祖父が成し得なかったクロスベルの改革、それを実現する手がかりになるんじゃないかと思ったの。そうか。でもやっぱりそれはただの逃げだったのかもしれない。今日あった出来事はどれも予想の範囲内だったけど、想像以上に重たく冷たかった。それを突きつけられて、またしても途方に暮れてしまった。結局私は自分一人では何も成し得ないのかもしれない。父と母に見捨てられた幼い少女のままなのかもしれない。それでいいじゃないか。え？エリーはさ、完璧すぎるんだよ。全て自分が一度も失敗しないでやり遂げる必要がある。そんな風に思ってるんじゃないか。そんなことは。確かに今日はいろいろとへこまされることが多かった。でもそんなのは働いてれば当たり前のことなんだ。そして今日乗り越えられなかった壁は、明日には乗り越えられるかもしれない。壁？この場合の壁ってのは脅迫状の事件のことだ。一家が出張って俺たちの手を離れかけているこの事件、できれば一家とは別に独自に動いて追ってみたい。でもこれ以上私たちができる。一家は一家で大したものかもしれないけど、それでも警察の論理でしか動いていないのは確かだと思う。ひょっとしたら別の切り口で事件が終えるんじゃないか、そんな気がしてきたんだ。ロイド。そう、さっきエリーが言った話に似ているだろ。これでもし俺たちが大金星を挙げることができれば、エリーが目指そうとしていることだって決して不可能じゃないんじゃないか。もちろん今回の事件とクロスベル全体の大きな問題は一緒にはできないかもしれない。でも俺たちに必要なのは壁を乗り越えるための力だ。こういった小さな壁を一つずつ乗り越えていければ、いずれ巨大な壁を乗り越えられる力だって手に入れられるんじゃないか。この2ヶ月一緒にいてなんとなく分かった。あなたもまた私と違った悩みを抱えている。それなのにどうしてそんなに前向きでいられるの？俺は、そうだな、目指している人がいるから前に進めているのかもしれない。それはそれで問題なのかもしれないけれど。そう、でも私はあなたほど強くないみたい。少し疲れちゃった。本当は昔のことなんて話すつもりはなかったの。でもなんだか耐えきれなくなってしまった。このままじゃ本当にあなたたちの足を引っ張るかもしれない。だったらいっそもう。エリー、俺には
俺たちにはエリーが必要だ。射撃の腕、交渉センス、政治経済の知識とバランス感覚、この街を相手にするにはどれも必要不可欠だと思うんだ。でも、いや違うな。それも確かにそうだけど、そんなことよりも前にエリーがそばにいてくれたら、俺はそれだけで嬉しいんだ。バラバラな俺たちだったけど、この2ヶ月で呼吸も合ってきた。忙しい毎日に翻弄されながらも、食事当番なんかも決めたりして。そんな仲間がいるっていうのは、それだけで嬉しいもんじゃないか。俺たちは若そうだ。世界を甘く見るにも、絶望するにもまだ早すぎる。力を尽くしてやれることをやって、何度でも諦めずに挑戦して。俺はもちろん、ランニーもティオもきっと力になってくれる。ああ見えて課長だっていろいろ根回しをしてくれているし、サイトなんていう変わった助っ人も来てくれたしな。エリー、君は一人じゃないんだ。一人じゃない。そんな当たり前のことを、私はありがとう、ロイド。私自身の問題は簡単に解決するものではないけど、それでも少し気が楽になった気がする。そっか。青春ドラマみたいなセリフはともかく、少しびっくりしちゃったわ。臭いのは承知してるよ。でも、びっくりしたって？だって、私が必要だとか、そばにいてくれて嬉しいとか、てっきり告白でもされているのかなって。いや、別にそんな意味じゃ。私なんか告白する価値すらないっていうことかしら。そうじゃなくて。なあ、もうエリーからかってるだろう。お返しよ。でもあなた、ちょっと気をつけた方がいいわね。天然っていうか、すごく女たらしなところがあるから。ちょっと待て。ランディならともかく、なんで俺がそんな。自覚がないところがまた立ちが悪いというか。はあ、参ったわね。まさかあんな言葉だけでこんなに気分が変わるなんて。ね、その課長への報告を任せてしまってごめんなさい。脅迫状の捜査だけど、何かプランはあるのかしら。いや、今のところは。ただ結局のところ、全てはインの狙いだと思う。それを探る糸口がないか、明日みんなで話したいかな。分かったわ。おかげで今夜はゆっくり休めそうな気がする。お互い頭をすっきりとさせてミーティングに臨みましょう。ああ。
以上が今週の成果です。連中が投入してきた軍用犬がいささか厄介ですが、インドのさえいれば戦力面での不足は補えるのではないかと。わかりました。市内での体制はこのまま継続、あとはそうですね、アルタイル市に派遣した人員を半分ほど呼び戻してください。承知しました。それではツァオ様、おやすみなさいませ。え？おつ。困りました。長老方の助けを借りるのはさすがに後が怖いですし、やれやれ、インドのがもう少し協力的だと。契約分はきちんと働いているつもりだな。おお、いらしてたんですか。いやはや失言でしたね。わざと聞かせたのだろう。相変わらず食えない男だ。いやいや、あなたほどでは。ところで今宵はどのようなご用件で軍用犬への対処をする気になっていただけましたか。あの程度お前の部下どもで何とかできるだろう。私が相手をするのはガルシアをはじめとするルバーチェの主力のみ、そういう契約だったはずだ。やれやれ、連れな何やらアルカンシェルにこだわってらっしゃるようですが、ここの警察はなかなか優秀だ。こちらへの面倒ごとは困りますよ。心配は無用だ。それよりも特務支援課どう感じた。要件というのは、そうですね、興味深い若者たちでしたよ。特にリーダーらしきロイドさんがいいですね。自分の力不足を痛感しながらもひたむきに前に進もうとする感も悪くないようですし、なかなか好みのタイプです。お前の趣味は聞いていない。他のメンバーはどうだ。これがまたマクダイル市長のお孫さん、相当な政治センスをお持ちのようで、参謀役と言ってもいいでしょう。エプスタイン財団の娘さん、魔道場そのものも興味深いですが、特殊な資質を持っているようです。そして赤毛の彼は、これは私の勘ですが。なるほど、うん、しかしどうしてまた彼。何、少々試したくなってな。この私に院の依頼を託すのにふさわしい相手であるのか。存在を知っている人間は誰なんだろう。そうね、雇い主であるヘイユエは当然として、やり合っているルバーチェと同行を追っている捜査一課、あとはルバーチェと関係があるハルトマン議長も知っていそうね。ハルトマン議長って昨日も言っていた。ええ、帝国派のリーダーにして議会を牛耳っている大物政治家よ。多分ルバーチ最大の後ろ盾と言ってもいいぞ。
ちなみにおじい様の改革案はほぼ全てこの人に潰されているわ。そうなのか。名前くらいしか知らなかったけど、そうなると院にとっては逆に敵対勢力。ええ、関係は薄そう。ティオ、どうしたの？狐につままれた顔。いや、だってな。エリーさん、今日はすごく元気ですね。あ、うん、ごめんなさい。昨日はどうかしていたわ。でも、もう大丈夫。足手まといにはならないから。だからエリー、足手まといなんて言うなって。むしろ俺たちの方がいろいろ助けてもらって。今だってほら、エリーがいると推理もはかどって助かってるし。怪しい。怪しいです。そういや、昨日の夜屋上から話し声が聞こえたな。ひょっとして。なるほど、おめでとうございます、ロイドさん、エリーさん。お祝いを言われるようなことはしてないぞ。そうよ、ただちょっといろいろ話したっていうだけで。なるほど、いろいろね。で、どこまで行ったんだ？ランディ！ちょっと、ティオちゃんもいるのに。どこまで行った？ああ、お付き合いの過程でいろいろな段階を踏むという。いやいや、ないから。ヒューヒュー、ヒューヒュー、いい加減にしなさい。はい。まったく、俺とエリーの関係を疑うなんて、そんなのありえないだろ。うん。そもそも釣り合わないっていうか、そんな雰囲気にならないっていうか、なあエリー。そうね、そう、ただお話ししてつまらない相談に乗ってもらっただけだものね。ええ、そんな甘い雰囲気には全くもってなりません。釣り合わないってのは、俺がエリーには似合わないって言ってるだけで。ギロ、まあなんだ、元気が出て何よりじゃねえか。あ、安心しました。ひょっとして警察辞めてしまうんじゃないかって思ったので。ごめんね、心配かけて。将来どうするかはまだわからないけれど、今私がいるべき場所はここであるのは間違いないから。だからみんな、改めてよろしくお願いします。エリー、エリーさん。お嬢のツッコミがないとやっぱり閉まらねえもんな。突っ込ませているのはあなたたちが原因でしょう。まあそれはともかく、捜査方針だけど、結局どうしようかしら。そうだな、一家とは別のアプローチで院に迫るといってもいろいろ切り口があるので逆に迷ってしまいますね。こうなったらあれだ、カルバードの東方人街に出張しに行くってのはどうだ。少しは院の手がかりもつかめるんじゃねえか。それは盲点だったな。でも外国に出張なんて、そんなの許されるのかしら。支援課の範疇から外れそうな気がするし。ティオ、どうしたの？警察のデータベースをもう少し漁ってみようかと。一家の動向などもつかめるかもしれませんし、ただ昨夜調べたばかりなので追加情報はないかもしれませんが。そうか、ま、やらないよりマシか。あ、どうしたんだ？珍しいですね、動力メールは届いているみたい。動力メール？確か文章だけの情報を端末に送るものだ。はい、すごく便利なのに、警察では使って、キーボードが使える人がまだ少ないせいでしょうね。なるほど、確かに俺も使えないしな。それより誰からなんだ？今開いてみます。なんだ、一体誰から。
のいたずらだこりゃ。リオちゃん、このメールはどこから？警察本部ではありません。わかりました、クロスベル国際銀行、通称 IBC です。どういうことだ？ IBC っていや、大陸中からミラをかき集めてる銀行だろう。なんでそんなところがこんないたずらを送ってくる？私に聞かれても。でもこのメールは間違いなく IBC の端末から送られた。誰が送ったのかまでは。もしかしてインが IBC に潜入しているとか。正直あり、それに IBC ビルには外部の会社もいくつか入っているわ。確かエプスタイン財団の事務所はあったんじゃないかしら。ええ、知り合いがそこで働いています。ですが、どうやらこのメールは IBC のメイン端末から送信、外部の会社が関わっている可能性は低いと思いますが。直接聞いてみるしかないか。なるべく一課には内密に捜査を進めたかったんだけど。さすがに身分を明かさないで聞いてみるのは難しそうだな。余計な横やりが入る前に動いちまえばいいんじゃねえか。ひょっとしたら内密に調べさせて。どういうことですか？私の友人に IBC の関係者がいるのよ。その人のお父様に事情を話せば力になってくれるかもしれない。そうだったのか。おお、こうつ、さすがお嬢、いろいろなコネを持ってるな。まあそれなりにね。でもとても忙しい方だから、クロスベル市にいるかどうか。どんな立場の方なんですか？多分知ってると思うけど、ディーター・クロイスっていうの。え、あ、なんだ、有名人なの？ある意味知名度で言うならイリアさん並みかもしれない。ディーター・クロイス、大陸有数の資産家にして国際経済の中心人物の一人。現 IBC 総裁ですね。おわ、銀行のトップかよ。もともと父の古い友人だったの。祖父とも昔から親交があって、それで仲良くさせてもらっていて、娘さんは私の幼なじみにあたるわね。そうだったのか。しかしそんな人だと不在だとしても仕方ないか。1年の半分くらいは外国を飛び回っているらしいから。でもダメで元々だわ。私の友人ならいるかもしれないし、尋ねるだけ尋ねてみましょう。なあ、そうしよう。しかしこれでなんとか捜査の目処がついたけど。メールの意図ですね。脅迫状もそうでしたが、どういうつもりなんでしょう。ま、せっかく向こうからわざわざ接触してきたんだ。ここはあえて乗ってみようぜ。そうね、行きましょう。